はい、今日は夏遊びに最適なパックラフトを紹介したいと思います。今日久々にねこの部屋から紹介するんですけど、この部屋ね空調設備がね何もないんですよ。今もうね連日暑いじゃないですか。もうこの部屋たまんないですね。窓もないんですよ。こんなちっちゃい通気口しかないんで非常に蒸してます。で今日はねパックラフトの紹介なんですけど、まずねそもそもパックラフトとは何ぞやってとこからまず始めなきゃいけないのかなと思ってまして、パックラフトってねそんなにまだこう知名度が広がってなくて知らない人もね多いと思うんですけど、パックラフトっていうのは簡単に言えばゴムボートの強化版ですね。で部類的にはねカヤックの部類になります。カヤックのインフレータブルカヤックみたいな感じですね。それの強化版っていう感じになります。パックラフトの特徴なんですけど、パックラフトの特徴はまずねもう軽量です。基本的にゴムボートなんで、で僕が持ってるこのパックラフトは確かね重量がまあ3キロ前後だったかな、確か。非常にコンパクトになります。エアを抜いちゃえばもう畳んで持っていけるぐらいの大きさになるんで、バックパックとかにもね詰めやすくなるんで、出廷までが早い。水場について空気を入れたらもうすぐね出発できるん で僕なんかねシーカヤックファルトって言って折りたたみのシーカヤックなんかも持ってるんですけど、それと比べるともう雲泥の差ですね。僕の持ってるファルトだとだいたい平均的に全部出廷まで早くてもね30分ぐらいかかるんですよね。でこれなんかエアー入れればもうすぐさま出廷できるんで、この差は相当でかいですね。でまあねメリットも多いパックラフトなんですけど、パックラフトのまあデメリットですね。デメリットと言われる一つはまずね風に弱いです。すごく風に弱いです。やっぱりこう空気なんで、空気でしかもこう分厚い大きいんで、風の強い日とかはもう全くダメですね。漕げないです。漕いでても進まないし逆に流されちゃいます。それがデメリットの一つと、あともう一つもねスピードが遅いです。まあ、風のない日でもスピードは清水のこう水辺では出しても3キロ4キロぐらいのスピードになるのかな。シーカヤックとかと比べちゃうと、シーカヤックはぼーっとこう手を抜いてゆったり漕いでてもまあ6キロぐらい平気で出ちゃうんですよ。6キロ7キロぐらい早えってついていけないんですけど、その速さにパックラフトじゃ。やっぱり体感的にシーカヤックとパックラフトじゃ倍ぐらいスピードが変わってくるかな。だいたい軽く漕いででも6キロぐらい出るもんね、シーカヤックだと。もっと出てんのかな。パックラフトだとほんと3キロとか4キロ、そうだね、だいたい今3キロぐらいだね時速で。今のデメリットを踏まえますと、やっぱりね海ではちょっと向いてないです。やっぱりこう波とか潮の流れとかもあるんで、で海なんか結構海峡によってこう風がいきなり強くなったりとか、そういったことも多々あるんで、海で使うには沖まで行っちゃもうダメですね。沖の方まで行くともうほぼ自殺行為になっちゃうんで、それだけはやめた方がいいです。まあ、主に挙げるデメリットはこのぐらいですかね。でやっぱりねパックラフトの主戦場っていうのは川になってきます。川はやっぱりこう流れがあるんで、その方向にね流れに沿って下っていく、ダウンリバーをしていく分にはスピードもそこそこ乗るんで、あんまりねこうスピードが遅いっていうデメリットはあんまり感じられないかもしれないですね。清水域だとやっぱりちょっと遅さは気になっちゃうんですけど、あとはまあ湖でもねまったり漕いでいくことはできます。前のね僕の動画にも子供と遊んだ時は湖でこれ持ってって遊んだんで、で湖の場合はほぼね流れがないんでスピードはねほんと出ないから、もうまったりゆったり、乗って遊ぶっていう程度になると思います。で海は先ほども言った通りまあ向いてはないですけど遊べなくはないっていう程度で、でね海でね乗った動画があるんで、ちょっとねそれを一回見てもらいましょう。今日もパックラフトでね来てます。で今日のフィールドは海ですね。パックラフトは基本的に海は向いてません。やっぱり風とかね流れに対して弱いんで、
だからあんまり沖の方まで行くのは危険なんで、今日はね、まあ、陸地寄りで、まあ、どれだけ遊べるのかちょっと自分の中での検証ですね。沖まで出ちゃうとちょっと危ないんで、で今日はちゃんと風も弱くて風速1メーターとかあるかないかとかそのぐらいの風速なんで、まあこの近辺でねちょっとどのぐらいどの程度遊べるもんなのかやってみたいと思います。でパックラフト海での使用なんですけど、やっぱり直進性はやっぱどうしても落ちちゃうんですよ。でマイクロラフト、この MRS は標準でスケグがついてんですね。フィンですね。スケグっていうのはまあフィンのことなんですけど、船の下、後ろの下にフィンがついてるんですけど、そのスケグ、2種類あるんですよ。で、僕が買った MRS のマイクロラフトは標準でついてるのがちっちゃいサイズの方なんですね。で、オプションで大きい方の付け具も取り付けることができるんで、海でね遊ぶんだったらそっちの方がいいかもしれないですね。大きい方のデメリットはやっぱり大きいんで深さがないとダメなんですよ。だから川とかで浅いとことかを漕ぐともう完全にケツ吸っちゃうんで、そういうとこではねちょっと適さないんですけど、こういう海もう深さがあるのは分かってるとこで使うんであれば、やっぱ大きい方のねスケグの方が多分合ってますね。ちょっとオプションで僕も購入考えてみようかな。海で使うには絶対そっちの方がいいと思うんで。あのね、海に限らず湖もそうなんですけど、大型のねクルーズ船がね行き来する時は気をつけた方がいいですね。川じゃねそんなことはあんまりないんですけど、特に僕のここ住んでる海の近くにはヨットハーバーみたいのもね結構あるんで、結構ねああいうエンジン付けのやつが行き来するんですよ。そうすると波がね来るんで、それに飲まれちゃうと波に対してね横向きとかになってるとチンする可能性があるんでね、なるべく波が来たら垂直になるように波を越える感じで行った方がいいと思います。ここはやっぱり海とか湖の気をつけるポイントですね。ああいうのですね、ああいうのが来ると波がね一気に来るんで、まあ時間差ですけどね、あれが徐々に迫ってくるんで、波があの時にね波と平行になってるとチンする可能性あるんで、なるべく垂直になるように波に向くようにねすれば波は越えられますね。うわ来た来た来た、これだこれ、おおおおおお、これは湖とかでもね結構大型のあの遊覧船とかね通るところは結構これがあると思うんで気をつけるポイントですね。どうだったでしょうか。海だとねやっぱりこう流れ、潮の流れとか波とか波のうねりとか風なんかがねいろいろこう相まって海峡が変わってくるんで、やっぱりね沖の方まで行くのは危険極まりないと思うんで、僕はパックラフト海で乗るんであればもう沖の方までは出ないで陸の近くでいつでもねこう逃げれる状態にしとくのが一番ベストだと思います。でね、パックラフトの種類ですね、パックラフトの種類はまあそこそこやっぱりメーカーによってこういろいろあるんですけど、僕が持ってるやつは結構ねこうオーソドックスなタイプですね。結構オールマイティに使えるっていう感じになるのかな。まあ基本的なモデルとしては僕の場合はねこう簡易スプレーデッキって言って、ここの上にこう水が入らないようにカバーがつくっていうモデルになるんですけど、僕の場合はあくまでも簡易的なやつなんで取り外しができるんですよ。で今これ取り外して使ってるんで、僕の場合は結構ねこう自転車とかキャンプ用品とか乗せたりすることが多いんで、やっぱり広く使いたいもんでスプレーデッキは取っちゃってます。でそういうのを積まない人であればこうスプレーデッキがあった方がこの中に水が入らないんでスプレーデッキはつけた方がいいと思います。であとモデルによってこうホワイトウォーターって言って背がすごい、あの波っていうか流れがすごい
ってとこを攻めたいんであれば、セルフベーラーモデルっていうのがあって、セルフベーラーモデルっていうのはもうすでにねパックラフトの底のとこに穴が開いてまして、そこからもう水が入ってる状態なんですよね。だからこう中にこう水が入ってもそれ以上ねこう水が溜まることがないっていう感じのモデルになってるんで、ダウンリバーをガツガツ攻めたい人はセルフベーラーモデルがいいと思います。で、僕が乗ってるこのパックラフトの船は一応メーカーが MRS っていうメーカーのパックラフトになってますね。で、パックラフトの中でやっぱ一番有名なメーカーがアルパカラフトっていうメーカーがやっぱ一番シェアを持ってるメーカーなんですけど、MRS はどちらかというと結構コスパがいいっていうメーカーになるのかな。モデルがマイクロラフトっていうモデルの L サイズっていうのを使ってます。このマイクロラフトっていうのは結構ねサイズがね種類分かれてて XS、S、M、L かなの4種類に、さらにねエクストラロングってでかい一番でかいやつがあるんで、全部で5種類サイズがあるんですけど、僕の使ってるのは L サイズです。で、L サイズを選んだっていうのはやっぱり僕はバイクラフト、自転車をねこう先端につけるっていうやり方で乗ってるんで、そこそこねこう長さがあった方が良かったんで、あとはねキャンプ用品なんかも積むんで、そういうのがあってね L サイズを選びました。でね、もっとこう荷物を乗せたい、広く乗りたいっていうんであれば、やっぱエクストラロングっていうのを選ぶのがいいかと思います。じゃあね、パックラフトを始めるにあたって何が必要かっていう、必要最低限のものが3つあるんですけど、まず1つはもうこのパックラフト本体ですね。これがないと何も始まらないんで、まずパックラフト本体、それとあとこのパドルですね。これもないとね漕げないんで、これもねなきゃダメです。これがパドル。カヌーとカヤックの違いって、カヌーっていうのはシングルブレードって言って この面が1個しかないんですよ。これをこう左右にやって漕ぐんですけど、カヤックっていうのは要するにこれをくっつけてダブルブレードって言って2本でこうやって漕ぐんで、カヤック、あ、パックラフトはねこのタイプになります。パドルもねこう種類がありまして、やっぱり自転車と同じでアルミの素材があったりとかカーボンとかがあったりするんですけど、やっぱりカーボンの方は軽いんですけど値段は高くなります。パックラフトでパドルを選ぶ時の一つのポイントとして、パドルってこう何分割かに分かれたりするんですよ。2分割のがあったりとか3分割4分割とかこういろいろばらせるのがあるんですけど、パックラフトの場合はこうやって僕が持ってるこうやつがこう4分割なんですよね。で、やっぱりね4分割を選ぶのがいいと思います。パックラフト自体がやっぱりこうコンパクトになるんで、パドルがでかかったら意味がないんですよね、コンパクトの。だからパドルもこう4分割ちっちゃくなるやつが適してると思います。で、もう一つはこれですね、ライフジャケット、PFD とも言いますね。パックラフトをやるんであればね、これは絶対つけてないとダメです。これがね、もしねひっくり返った時とか沈没とか水に流された時の最終の砦になるんで、これはつけてないと大事故になっちゃうんでね、これは必ずつけてください。パックラフトを始めるにはもう、パックラフト本体、パドル、ライフジャケット、この3点がないとダメです。じゃあ次はね、必要なものじゃなくてあったら便利なものっていうのをちょっと紹介したいと思うんですけど、一つがね今ちょっとねここにないんですけど、バウバッグって言って完全に防水のバッグですね。よくね僕の持ってるのは MRS 純正のやつ、結構ねこのパックラフトのメーカーから純正品が出てるんですけど、そういうのを使うとこういうとこにねもう手の形に合ってるんで、そのままカチカチつけられるんで、そういうのがあるとねキャンプ用品とか入れるにはすごい便利なんで、あった方がいいと思います。いざねこうひっくり返ってチンしても中のものがね濡れる心配がないんで。で、次のもう一つが、これはねあった方がいいっちゃあった方がいいんですけども、絶対あった方がいいと思います。これですね、エアポンプ、電動で入れてくれるやつですね。こうやってちょっとね音はうるさいんですけど、これがあれば簡単にねエア入ってくれるんで、多分ね 2,3 分でパンパンに入るんじゃないかな。で、これがない場合は袋があるんですね。純正で袋がついてるんですけど、それを袋をこうくるくる丸げてプシューってこう入れてあげるんですけど、それ手間じゃないですか。やっぱりやっぱ楽したいんで、このね電動ポンプそんな値段しないんですよね。 2,3 千円ぐらいで買えるんで、これはね絶対あった方がいいです。これは僕のね概要欄に貼っとくんで、よかったらね覗いてみてください。
で続いてですけど、今パックラフトの業界って2気質モデルがね結構主流になってきていて、今ねこのモデル、僕の持ってるものは1気質なんですけど、2気質っていうのは結局空気の層が前と後ろで分かれてるんですね。で例えば前とかが何かの岩で当たって切れちゃって空気が抜けちゃっても、後ろ側が層が分かれてるんで、後ろだけはね空気が抜けないで済むんで、完全なるチューンは防げるっていうのがメリットで2気質っていうのがあるんですけど、さっき言ったパックラフトでシェアナンバーワンのアルパカラフトで、僕がこの持っている MRS のパックラフトもそうなんですけど、このモデルとアルパカラフトは一貫して全モデルラインナップを一気質しか作ってないんですよ。っていうのもやっぱりこう需要がないみたいで、そんなにこう切れて空気が抜けてチンしたっていう事例がねほぼないみたいなんですね。全く多分ゼロじゃないとは思うんですけど、シェアナンバーワンのそのアルパカラフトがもしね2気質のモデルが需要があれば必ず作ってると思うんですよね。それを作ってないっていうことはやっぱり需要がないんですよ。1気質でも全然大丈夫じゃんっていうことで、今のところ全部一気質を通してるんで、だから僕はねそんなにね一気質二気質のねこだわりはないです。でやっぱ二気質の方がどう考えてもね作りが複雑になってコストも上がってくるんで、そういう面をね含めればやっぱり一気質でいいかなと思ってます。まあその辺がね、あの心配な人は二気質を買っといた方がまあ間違いはないと思うんですけど、その分やっぱ重量が重くなったりとかコストが上がっちゃうんで、そこはねまあ自分のお財布と相談しながらでいいと思います。でね、僕のパックラフトの遊び方、これがメインなんですけど、僕の場合はやっぱり川で遊ぶのを一応メインとして考えてるんで、で川で行った場合ってスタート地点からゴール地点まで川だからずっとダウンリバーで下ってくるわけなんですよ。で車でスタート地点行ったはいいんですけど、帰ってくる時にやっぱ帰りの交通手段を考えなきゃいけないわけですね。でパックラフトのいいとこはさっき言った通り、こう軽量コンパクトになるんで、畳んでバックパックに入れて、なんかのバスとか電車とか交通手段を使ってスタート地点の車へ戻ってくるっていうのが一般的な使い方だと思うんですけど、僕の場合はあの自転車に乗ってるんで、ここの前に自転車をくくりつけてバイクラフトって言うんですけど、バイクラフティング、スタート地点からスタートしてゴール地点になったら自転車にバックラフトをくくりつけて自転車で組み立てて帰ると、そういうやり方で楽しんでいます。だから自転車に乗ってる人はまたね遊びの幅がねこれで広がるんですよ。でプラスバイクパッキングが好きな人だったら、自転車前にくくりつけてここにねあのキャンプ用品乗っけて、ダウンリバー下ってる最中いい河原が見つけたらそこを降りて、そこで野営して一泊してから次の日また下ってゴール地点で自転車でスタート地点へ帰ってくると、そういう使い方するとさらにね自転車の遊びが広がるんで、これはねもう自転車は何でもできるんですよ基本的に、ロードバイクでもいいしマウンテンバイクでもいいし、折りたたみでも全然できるんで。でね唯一僕がね乗っててこれダメだなと思ったのが E バイクです。 E バイクの場合はやっぱりこう電気で動いてるんで、いくら防水にはなってるとはいえ水はバシャバシャかかるんで、どっからにね水が入るかわからないんで、あの E バイクだけは多分やめといた方がいいと思います。僕も E バイクであのダウンリバーして帰ってくるとき、 E バイクだったら楽だろうなと思ったんですけど、やっぱりぶっ壊れる可能性があるんでね、それはやめときましょう。はい、さあいかがだったでしょうか。パックラフト、パックラフトはねまだまだねやっぱり知名度が低くて、そんなにこうまだ遊んでる人がいないんですけど、こう水で遊ぶものって僕はシーカヤックとサップとこのパックラフトの3点を持ってるんですけど、もう機動性は明らかにこのパックラフトが一番有利です。速い、軽い、コンパクト、もうね一番気楽に遊べますね。僕の持ってるねシーカヤックはファルトフォールディングカヤックなんで、組み立て式なんでテントと同じでこうポールでフレームを組み立ててから最後船体フって言ってこう布に入れて完成するんですけど、それだけでもうね30分とか、もう全部支度して出るまでに1時間かかっちゃったりとか、もうそれまでにこの時期だとねもう汗だくになっちゃって、ちょっと遊ぶだけにはねもう全然持っていく気にはならないんですけど、これはね3キロです。でパドルも普通のパドルでもまあ1キロぐらい、カーボンになると600グラムとか700グラムものになるんで、あとはライフジャケットねあればもう遊べちゃうんで、ものすごいね手軽に遊べると思います。でその分ね手軽に遊べる分やっぱりこう事故とかも多くなってきちゃうと思うんですよね、やっぱりこうやる人が多くなってくると。だからねもうライフジャケットは絶対で、あとできればねこうヘルメットですね、川の流れが強いところとかではヘルメットは絶対つけるようにしてください。
じゃあね、今日はねこんなとこで終わりましょうか。やっぱり自転車乗ってる人は特にね僕はおすすめします。バイクラフティング本当楽しいです。遊びの幅がねやっぱりこう陸から水にも手が伸びるんで非常に楽しいと思います。じゃあね今日はねそんな突っ込んだ話はしませんでしたけど、パックラフト楽しいよということで、ぜひね今年の夏手に入れて遊んでみてはいかがでしょうか。じゃあねまた次の動画で、バイバイ。